不届き者よ。弱い弱い弱いね。この刀をあげようか。これを使ってこの国のために働いておくれ。うまい。やろう。バカ者。それが武士のすることか。お前、申し訳ない。我慢へん我慢へん。怒られてやんな。まあ、ギャタロー、我々は幕府より給金をいただいている。そんなことをする必要はない。なんだよそんなことって。戻せ。貴様はもう咎人ではない。お、兄ちゃんの財布じゃねえか。おう、おおきに。キリッとしたアキラちゃん、かっこよかった。どうせ死ぬならアキラちゃんみたいな美人に着られたいな。お主は元僧侶ではないか。おなごを口説いてよいのか。ボンサンカンザシカウを見たってやつだね。やれやれだぜ。ん？あそこに。そうだ。筋切りだ。傷は浅いんだが違う。お父さん。確かにおかしな傷だね。わてはもうあかん。小生が処置します。あなたは9割3分5厘の確率で助かるのです。それとも人体解剖の素材になりたいですか。安心しなよ。もし死んじゃったらお坊さんもいるからさ。ここは任せた。我らは不定老師を追う。ま、お前の剣術なんかちょちょいと追い抜いてすぐ一番になってやるぜ。バカさ加減ならもう一番だ。てめえ、お助けを。あの刀、俺だ。俺が一番に見つけたんだ。おい、我が国のためその命を捧げよう。ぶっこみだ、おら。見つけたぜ、おめん野郎。サッカーや邪魔すんなよ。黙れ。809人目。敵にいきなり突っ込むバカがあるか。仕方ねえだろ、体が勝手に動いちまったんだよ。敵の腕を知ることが先、刀を抜くのはそれからだ。もたもたしてたら人が殺されちまう。てめえは何のために刀ぶら下げてんだ。人を切るためだ。俺のは違う、人を守るためだ。うわー、待つよか。命令通り一旦戻。バカ星が。そうだ、サクヤ、どうした。島原に不定老師が出た。例の面をつけ、怪しげな刀を使う。一番星は命令に背き、一人で後を追った。あのすっとこどっこい、何もできないクソ虫の分際で。逃がさねえ、逃がさねえぞ。お助けを。やめろ、俺みたいな奴もう十分だ。やめろ。虎徹、うわ、あの光だ。Thank you.
るずっと前にどっかの誰かがこの世界をクソみたいにしちまった。あなたは。え、俺は京都守護職お預かり、新選組局長近藤勇だ。ま、なったばっかの新人だけどね。ずっとプンプンくせえままだった世界が今変わり始めた。